はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら。動物戦隊獣王者三重覚醒デラックス獣王ザライトです。はい、ついに獣王者6人目の追加戦士の変身アイテムが来ました。ただ、他の獣王者5人と違ってちょっと変わったキャラクターで、デスガリアンのオーナーのジニス様がブラッドゲームを盛り上げるために、モンドーミサオという人間に3つの10万パワーを入れて作った戦士です。なので、王者の資格を持ってませんから、獣王チェンジャーで変身しませんし、とりあえずは敵キャラとして登場しましたね。外箱をぐるっと見回すと、このような感じで、各箇所に獣王ザワールドがたくさん載ってますし、3モードの3色に色分けされてますね。クロコダイルフォーム、ライノスフォーム、ウルフフォーム。3体同時に野生解放もやってましたね。遊び方は獣王チェンジャーと似てて、変身遊びと召喚遊び、合体遊び。主にはこの3モードで、今回はさらに獣王キューブサーチ。ジャングルの中で獣王キューブを探して、鳴き声を聞くモードなんかもあります。基本フォームはライノスですけど、個人的にはウルフフォームが見た目的にすごい好きです。ではレビューしていきます。はい、中身はこうなってて、獣王ザライト本体と獣王ザワールドのミニフィギュア。今回はブラック単色で見た目はなかなか渋くって、よーく見るとちゃんと動物3体分のモールドも入ってますし、メット周りの造形なんかもちゃんとしてますね。高さはこれまでのミニフィギュアと共通です。そして獣王ザライト本体ぐるっと見回すと、このような感じ。正面、上側、さらに下側。ブラックの成型色をベースに、動物部分はメタリックカラーに塗られてて、サイ、そして、狼、さらにワニ、クロコダイル、ライノス、ウルフですね。ウルフのみ成型色ですが、この薄っぺらいデザインの中で各動物の特徴を捉えてますよね。持ち手もいつものキューブ的なデザインが入ってて、ここが矢印になってるんですが、この中もキューブ状にモールドがありますね。で、ここに大きめのキューブがあって、絵柄はすべてシールですが、このように各動物の画像が描かれてますね。ウルフ、ライノス、クロコダイル、全員集合。ボタン的には、ここが押せるのと、電源ボタン、そしてスピーカー、あとは LED でここが発光しますから、それ以外は持ち手とかにトリガーはなくて、スイッチ的にはシンプルですね。なので、ここを回したりとか、ここを押すことで、いろんなモードチェンジができます。大人の僕が握って、これくらいですから、かなり劇中サイズに近くて、ボリュームは十分ありますし、ジャングルの中を探検するときに使う懐中電灯をモチーフの形にしてますね。今はちょっと見えませんが、発行中は中の絵柄がキューブのこの矢印に連動して4面の絵柄に変わります。ちなみにここ数年の追加戦士の変身アイテムを並べるとこうですね。ハンバーガーにスマホに懐中電灯。全く統一感がありません。ではまずは変身遊び行きましょう。手順としてはグリップのボタンを押すと待機音声が鳴りますから、待機音声が鳴ったらキューブを回して変身したいフォームの位置に合わせたらもう一度ボタンを押します。では電源オン。ジャングル的な音声が鳴って LED も発光します。まずは基本フォームのライノスに変身。はい、変身音声と動物効果音が鳴って、獣王ザワールドライノスフォームに変身しました。変身音声的には獣王チェンジャーとかなり近くって、ウォーオーオーオーっていう叫び声がありつつ、変身サウンドが鳴りましたね。で、若干、分かりづらかったかもしれませんが、ここに、このライノスの顔が浮き出てて、中で発光点滅してましたね。分かりやすく正面から見ると、このようになっております。他の動物に切り替えると、こんな感じですね。では次はクロコダイル。はい、今度はライトの中にクロコダイルが浮かび上がって、クロコダイルフォームに変身しました。セリフはクロコダイルに変わって、動物音は噛み砕き音ですかね。では、さらに、ウルフ。おー、遠吠え。ライトの色も微妙に変わってるんですよね。さっきは若干ゴールドっぽくて、今回は青っぽいです。これがメインの3フォームで、ウルフとライノスとクロコダイル。キューブの面はもう1面あって、これはエンブレム。今度はこれに変身しましょう。はい、変身音声は共通ですが、動物の名前は言わなくて、ウォー、オー、オーでした。では次はキューブ召喚遊び。基本的な操作は変身遊びと似てますが、今回はここのボタンを2回押してからキューブを回して1回押します。では先ほどと同じように順番にキューブを召喚しましょう。まずはライノス。ジャンボ。おお、動物的な効果音の前に車のクラクションも鳴りました。ライノスのキューブって車の形してるんですよね。次はクロコダイル。さらにウルフ。ウルフの足音からの遠吠え。さらにエンブレム。はい、エンブレム面での召喚音声は3つ一気に来ましたね。ライノス、クロコダイル、ウルフ。では次は合体遊び。パッケージにも書いてありますが、今度はボタンを3回プッシュして、エンブレム面を矢印に合わせると音声が鳴ります。ただ、7、8、9のキューブはまだ登場してませんし、未登場のコウモリも含めた全12体合体のスーパー合体音声も入ってますから、現時点ではネタバレサウンドですね。合体音声は2モードあって、7、8、9の3体合体音声と12体合体音声。ボタンを3回押すごとに、この2モードに切り替わります。音声1を発動してからキューブを回すと、搭載獣王合体の音声が鳴って、音声2を鳴らしてからキューブを回すと、ワイルド搭載キング。これが12体合体ですね。それの音声が鳴ります。ではまずは、7、8、9の合体。おー、いろんな動物サウンドが鳴って、搭載10、おー、これが789の合体ロボサウンドなんですね。ではさらに12体合体。おー、すごい合体音声が来ました。追加戦士のロボとの合体のワイルド搭載キングの合体サウンドです。では最後は獣王キューブサーチ。これはボタンを長押しするとジャングルの中で探検してるような待機音声が鳴りますから、スピーカーから動物の声が鳴ったらボタンを押すとその動物の名前を言ってくれます。では獣王キューブサーチ。はい、このように、探検してます。うん、声がした。ボタンを押すと、タイガー。さらに、サーチを、光らせながら、声がした。イーグル。どんどん動物が見つかります。ゴリラ？これは楽しい。おお！いきなり、調査ボイスが流れましたが、獣王キューブサーチ中にボタンを5回押すと、特別な音声が鳴って終了します。では、部屋を暗くして獣王キューブサーチ。点滅してますね。お、結構光る。誰だ？誰の声だ？みたいな感じで遊びます。楽しい。モグラの声ってこんなのなの？森にシャーク。それと各フォームの発光カラーはパッケージを見るとゴールドとパープルとブルー3色に光ってますから、いまいちさっきは分かりにくかったですけど、部屋を暗くして発光すると、まずはライノス。確かにパープルっぽく見えますね。カメラだと分かりづらいですが、実際見ると結構紫。でも、ベースのここが白ですから、なんとなくパープルって感じ。他の色は？ウルフは、ブルーっぽく光って、これもなんとなく青って感じかな。あ、わかりやすい。エンブレムはゴールド。まあ、でも、わかんないですね、カメラだと。さらに、クロコダイル。クロコダイルも一応ゴールドに光ってます。はい、これで全てのモードで遊びましたが、収録音声が何気にすごくって、獣王チェンジャー並みか、獣王チェンジャー以上にいろんなモードで遊びますから、変身アイテムとしてはかなり優秀ですね。はい、ということで、動物戦隊獣王者、三重覚醒デラックス獣王ザライトを紹介しました。最初見た時は、変身アイテムで懐中電灯ってどうやって遊ぶのかなと思ったんですが、実際遊んでみたら、めっちゃ楽しいです。懐中電灯最高。遊びやすく最低限のボタンで、いろんな音が鳴るようになってましたね。それとおもちゃ専用ギミックだと思われますが、獣王キューブサーチモード、これが個人的に結構ハマって、暗闇の中でやるとジャングルを探検してる感がかなり出ますし、鳴き声の後にボタンを押すことで動物の正体もわかりますから、すごくいいモードだと思います。以上、動物戦隊獣王者三重覚醒デラックス獣王ザライトの紹介でした。